芸能界が誇るダンディ紳士といえばこの方、俳優の岩城浩一さんです。大のローラとしてその天然ぶりが話題騒然の水沢アリーさんです。このお二人でのトークショーになります。どうぞよろしくお願いします。岩城さんと水沢さんにはこのモネゲームの映画ご覧いただいたんですよね。はい、3回見た。そんなに見てました1回見て忘れちゃったから2、3って3回見ました。全部でその出てくる登場人物のキャラクターがすごい個性豊かで、なんかその個性同士がポンってぶつかっちゃって、なんかプって笑っちゃうところもあったし、ギュって一個に詰まってる感じだから、なんだろう、なんかおもちゃ箱みたいな感じだなと思いました。すいません、通訳読んでごめんごめん、はい。ちなみに今回の映画なんですけれども、うん、ある意味こう大どんでん返しというか一発逆転っていうのも一つの面白みのところなんですが、お二人の経験の中で今まで一発逆転っていうような経験は？やっぱり私はお金がなくて大学生だったの、普通の大学生だったんだけど、お金がなくて大学を辞めなきゃいけないっていう状態に陥った時に、今のプロダクションのマー君っていう社長さんから声をかけてもらえたのね。だからなんか今の自分がこの世界にいることがすっても不思議な気持ちだし、憧れてた世界だったから、今こうやって岩城さんみたいな真摯な人とカメラの前にこうやって立ってるのがとっても不思議な気持ち、それがそう大逆転かなって自分では思ってます。さて、大豪邸から15億円を騙し取るという、まあ、物語なんですね、これ、うん、なので聞いてみようと思います。もしもですよ、お二人、15億円を今こう手に持てたとしましょう、うん、何をしたいですか？15億円。はい、そうです。いや、まあ、今持ってるからね。冗談冗談冗談びっくりしました。まず固定資産、家の固定資産税を払いたいのと、そう、それで家を改築1億円ぐらいでしたくて、あとの3、4億円ぐらいで、株とか FX をして、そう、あとの10億円は貯蓄するそう、何があるかわからないからこのご時世。しっかりしてんね、見た目がありがとうございます。そういう気持ちなの。第二のローラさんと呼ばれてることについてはいかがですか？うん、私はやっぱりなんか嫌な人の第二って言われてたらあれだけど、とっても素敵な豪華絢爛な人だし、その人の第二って言われて本当におこがましくてえついてる気持ち。いや、でもね、僕ね、ちょっとお褒めいただいたから言うんじゃないけど、うん、彼女ね、彼女よりか起点は変わんないんだろうけども、うん、言葉数も何も彼女の方がちょっと上というか、あ、嬉しい。すごく賢い子だなと思って、うん、とっても賢い子。芸能界の大先輩ですか？うん、やっぱり私はブラウン管を通してはいつも見てたんだけど、うん、はい、肉眼に映すのは初めてだから素敵な人だなと思って、やっぱ私ぐらいの年の女の子でもなんか憧れるっていうか、離れすぎてるとあんまり憧れないことが多いけど、岩城さんとっても素敵な人だから、身ぐるみ剥がしてもやっぱかっこいいなと思った。そう、身ぐるみ剥がしてもかっこいいってなかなか言われないと思うんですけど、いかがですか？おお、剥がされてみたいですよ身ぐるみできることなじゃあ裸の付き合いをこれからしていく、ね、やっぱりだから高級スーツとか着てなくてもやっぱり高級感あふれるっていうか、その人が素敵だったら別に高級スーツじゃなくてもいいと思うのね、うん、そういう気持ちだから、うん、なるほど。だから今のね、お金の話と同じだよね、うん、お金だけじゃなくてその人の持ってるものの味が出ないと、うん、何着たって同じだしね。そうなの、うん、そうなの、きっとそういうことだと思います。正義待ち、岩城さん、印象どうですか？印象、もうだって俺だから見たらもう孫みたいな土地の子だからなんかもう可愛いっていうか、お人形さんっていうかバービーちゃんみたいな。全然、でも私は男性として見れるよと言ってますけど、女性として見れますか？いや、今一瞬すごい喉乾いた